カムデマスです。国技卒レース連盟の梅枯です。今日は九州オープン2日目ということで、初日は結構夜遅くまでかかってますよね。そうですね、だいぶ遅くまでちょっとかかってしまいました。なんかだいぶ盛り上がって、昨日の動画を見ていただければ分かると思うんですけど、すごいもう激戦が繰り広げられていて、今日いよいよ優勝が決まるということですが、どうですか、この大会の盛り上がり的には。ほんと過去最大級の盛り上がりを見せてもらってるので、なかなか見応えのある試合ばかりが開催されてます、うん、男子も女子も今日優勝が決まるということで、まあ、僕も、ね、その様子をお伝えできたらいいなと思うので、まあ、この後の動画見てほしいなと思います。来年も、九州オープン、ガンガンやるつもりなので、観客の方も、選手の方もふるってご参加お願いします。これも全国各地、九州でやるから九州だけじゃなくて、本当にいろんなところからオープン参加できるというだけだと思うので、ぜひね、来年出場したいなと思う方は、ぜひ福岡県ソフトテニス連盟さんに応募してみてください。それでは九州オープン最終日、行ってきます。レッツゴー、レッツゴおはようございます。おはようございます。ショップの紹介をお願いします。お願いします。山崎さん。はい。ショップの紹介。はい。今日私たちは福岡県が本店ありまして、で佐賀県にも店舗、店舗を置いてますので、でよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひまた遊びに行かせてください。はい。嬉しい。ありがとうございます。福岡にお店はどちらにあるんですか。はい、博多区の25日オープンするララポートの斜め前にあります。わかりました、ありがとうございます。入ってない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。遊びに来てね。ありがとうございます。Bye.
ございます。お邪魔します。おはようございます。ショップのご紹介お願いします。M ベースです。今場所はどちらにあるんですか。福岡県の福津市でお店を構えます。おすすめのグッズはどちらになりますか。オリジナル商品中心に販売しています。見せていただいてもいいですか。そうですね、こういうちょっと私服でも着れそうな商品を作ってます。シンプルに、はい、ありがとうございます。またちょっとお店に遊びに行かせてください。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は誰の試合を見に来ましたか。クネビズクシワペアです。お、みんな、はい、はい、みんなみんなで みんなです。せっかくなので写真とかも撮れたらよかったね。いや、恥ずかしい、ちょっと。じゃあこのことをね、クネビズクシワに伝えておきたいと思います。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。オンラインスクール生の森川くんがなんと会場にいました。こんにちは。こんにちは。森川くんは以前ランダ対決もねしてくれて、今は中学 2年生になりました。今日ちょっと大会を見てどうですか。やはり生で見るのと動画で見るのが全然違うと感じました。改めてやっぱいい試合、うまい試合をたくさん見れたので、それを生かして今年は全中優勝します。頑張ってください。ありがとうございました。
以上、おめでとうございました。感想お願いします。やはりここで優勝できたのは、この大会運営してくださる方々やっぱチームのおかげでこのようなパフォーマンスを出すことができて、賞金で皆さんに焼肉でもご馳走しちゃおうかなって思ってます。素晴らしい。まあ率直に嬉しいです。まあそうですね、限られた大会の中で結果が出せたので、またこの試合を糧にしてまた今後も頑張っていきたいと思います。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。感想をお願いします。楽しかったです。船江さんに助けてもらいました。よかったです。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。大会の感想をお願いします。はい、一応3位だったんですけど、まあ、チャンスがあったんですけど、そこでやっぱり決めきれなくて勝てなかったので、また来年頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。私も、まあ、結構今日チャンスボールを見せることが多かったので、そこをしっかり止めれれば、まあ、上にまだつながったのかなと思うので、また来年も上位入賞を目指して頑張りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。準優勝おめでとうございました。ありがとうございます。今日の感想をお願いします。最初から強気で積み切れるプレーができて、このような結果につながったのかなと思います。また次の試合に向けて改善していくところはしていきて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。まあ、正直決勝まで上がれると思ってなかったので、自分でもびっくりしてるんですけど、まあ、一戦一戦ペアの健常と2人でこのプレーができたので良かったと思います。まあ、次の大会に向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。福岡大学です。今回の大会を通して自分たちもまだまだやれるんだっていうのがとても強く感じたので、今年夏に向けて、福岡大学っていう名前を、全国にたくさん刻めるように、これからも頑張っていこうと思います。ありがとうございました。頑張ってください。頑張りました。OK。
がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。やあ